それでは生態系について説明します。生態系って聞くと生物集団を指して生態系というんじゃないかなって考えてしまう方が多いんだけど、実はそうではなくて、生態系っていうのは生物と生物以外、非生物的環境、生物と生物以外のものが関わり合っているシステム、その生物と生物以外のものが関わり合っているそのシステム、関わり合いのシステムを生態系と呼んでいるんです。だから生態系って英語で言うとエコシステムなんですね。確かにシステムを表してます。どんなシステムかっていうと、いろんな視点があるんだけど、例えば炭素に注目するんだったら、はじめ大気っていう生物ではないものの中にあった炭素、ね、CO2 の形で大気中にあった炭素、それが光合成によって植物に取り込まれる。で、植物は大気中の炭素を使って有機物を作る。まあ、その有機物は動物に食べられたり、もしくはね、植物や動物が主体になって分解者に渡されたり。で、そして植物や動物たち、ね、彼らが呼吸によって CO2 を大気中へ戻す。そして CO2 はね、重力に引かれて宇宙へは出ていかない。生態系の中を炭素はぐる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 循環する。この循環システムも生態系の視点の一つです。もしくはね、窒素も循環します。あとはエネルギーで言うんだったら、宇宙から太陽の光が差し込む、生態系の外から光がやってくる、その光エネルギーを使って植物は光合成を行う、ね、宇宙からやってくる光エネルギーを有機物の化学エネルギーに変える。で、その有機物の化学エネルギー、ね、動物たちへ渡される。で、動物がその有機物を分解して様々なエネルギーの形に変えていく、ね、動くんだったら運動エネルギーに変えていく。そういった様々な生命現象の過程で熱エネルギーが宇宙へ放出される。様々な生き物から熱エネルギーが宇宙へ出ていく、生態系の外へ熱エネルギーが出ていく。こんな風にエネルギーにも一つのシステムがあるわけだね。エネルギーの流れにも生物と非生物が関わる一つのシステムがあるわけだ。まあ、循環しないにしてもエネルギーの流れ、一つのシステムを作っているわけだ。こういうふうに様々な視点が生態系にはあります。でも共通しているのは、生物と生物ではないものが関わり合ってる、ね、関わり合ってるよ。生物と非生物が関わり合うシステム、それを生態系って言うんですね。ちょっと細かい話だけど、非生物的環境、生物ではないものが生物に何か影響を与えることを作用、反対に生物が非生物的環境に影響を与えることを反作用って言います。例えば植物が光を浴びて成長した、ね、光が植物を成長させた。光っていう生物ではないものが植物っていう生物に影響を与えた、ね、これが作用の例です。あとは例えば動物が呼吸を行って大気中の CO2 濃度が上がった。動物っていう生物が大気っていう生物ではないものに影響を与えた。大気中の CO2 の成分に、大気中の CO2 濃度に影響を与えた。これは生物が生物ではないものに影響を与えてるから反作用というわけです。たまにね、作用と反作用を逆に書いちゃうね、方もいるんだけど、確かにね、普段なんとなく生物がね、主体、生物が主人公として考えてるから、なんとなくこれ逆なイメージがね、逆なイメージを持ちがちだけど、まあ、よく考えてみれば、太陽からの光のね、太陽からやってくる光エネルギーね、太陽の光による作用、この太陽の光による作用、これがなければ地上の生態系は存続できないわけだよね。だからまず作用ありき、まず非生物的環境ありき、まず非生物的環境が生物に影響を与えるね、その作用ありきで話が進んでるんだね。だから矢印がここがスタートで、これを作用、これを反作用って言うんですね。確かによく考えてみれば、この地球上に生物と非生物的環境、どっちがこの地球に先にあったかって考えたら、非生物的環境の方が先にあったよね、生物より先にね。だから矢印がこういうふうな流れになってるのはそんなに不思議なことではありません。こちら、生態系っていうのはもう一回言うけど、システムを指すんだよ。ね、もう一回復習してみてください。生態系の授業でした。